ドコモがどういう商売してて、どんなサービスを提供してくれて、でどれくらい給料がもらえるかとかね、まあ、そういう企業イメージをつけてもらえればいいと思うんですけど、まあ、ドコモは移動通信屋さんですね。移動通信、今だと移動しながら誰かと連絡取るのって、まあ、端末はスマホなんでね、外で通信するためにまずドコモが基地局を整備してくれます。で、通信するための手段、スマホをね、サムスン、LG、アップル、ソニー、富士通から仕入れて、ドコモショップを使って我々に移動通信手段を売ってくれるっていう、まあ、そういう商売ですね。あとそこから派生してスマホで使えるサービス、コンテンツを作って、例えば DTV とか D 払いの決済手段とかね、そういうのに力を入れてる企業です。で、キャリア3社、今では楽天入って4社ですけど、シェアも一番高い企業です。で、NTT グループに属してるんで、とりあえず会社の構造から見ていきましょう。NTT グループに属してて、グループの中ではね、もう一番ね、ダントツで利益を稼いでます。NTT グループ全体のね、この感じで6割でね、6割の利益を稼いでる主力中の主力グループです。ただ、どんだけドコモで出世しても、NTT 本体の社長にはね、きっとなれないです。今に至る流れなんですが、移動通信の歴史は最初は軍需用ですけど、民間に降りてくるのはね、船から始まります。1953年の電電公社の時代ですけど、船と港で連絡を取るためにできた港湾電話からスタートですね。で、1968年にポケベルのサービスが開始されてます。まあ、ちっちゃい端末のディスプレイにね、テルくださいみたいな文字が表示されて人を呼び出すやつですね。ビジネスマンとかカップルへと広がっていきます。で、次に自動車電話、これが1980年代半ばからですけど、自動車電話が出てきて、車ってね、大きいバッテリーが車ってあるんで、まあ、電話使えたんですけど、今は高容量なリチウムイオン電池がね、旭化成の吉野さんのおかげで、こんなちっちゃい端末でも電話できるって感じになってます。自動車電話、当時はセンチュリーとかの後部座席についてて、お偉いさんとかがね、後ろでこうビジネスの話をしてるのがかっこいいみたいな、そういう時代なんですが、後部座席からね、電話を取り外せて外を歩きながら喋れるのがショルダーフォンで、平野ノラさんのやつですね。で、1991年に30年前ですね、 NTT が出資してドコモ設立って感じです。もともと NTT の事業部ですね。最初の名前は NTT 移動通信企画っていう会社です。で、ここまでが第一世代で、1991年にドコモからムーバが登場します。本格的な小型携帯のムーバですけど、通信方式がね、途中からアナログからデジタルに変わります。この辺から第二世代って言われてて、ここが一番革新的でね、声を数字に変換して送ることで、大人数が携帯を同時に使える世の中になっていきます。で、第三世代は2001年にフォーマができて、 i モードをドコモは大々的に発表しますが、流行ったのはね、日本だけで、日本の携帯市場がガラパゴスって言われるゆえになっていきます。で、 LTE、4G をドコモは2010年クロッシーってやつで発表します。で、今ね、まさに 5G に移行してるところなんですけど、 2G はエリクソン、ノキアの北欧勢が躍進してって、 3G、4G でクアルコム、サムスン出てきて、 5G はね、ドコモ特許取って1から入れてるんですけど、クアルコム、ファーウェイがね、やっぱ1位2位で取ってきてるんで、ここと戦っていこうっていうところですね。で、ドコモのトップは吉澤和弘社長ですね。群馬県出身で、岩手大学の工学部から電電公社に入社してます。で、ドコモが切り出された時からドコモに移ってるんで、ドコモ生え抜きプロパーとしては初めての社長ですね。で、ドコモが NTT から独立した当時って、まあ、電電公社の中では固定電話、家電話、東日本、西日本が稼いでたんですけど、まあ、なかなか移動通信はね、重要視されてなかった時期で、でも今やグループで一番稼ぐ企業、ドコモのトップになってるっていう感じですね。今までは NTT グループ本体のところから社長が来てたんですけど、まあ、ドコモ生え抜きとしてはね、初なんで、従業員としてはね、社長まで行ける可能性があるって思うのは、やっぱ働くモチベーションにはなりますよね。ドコモでは経営企画部などを通って社長になってます。64歳ぐらいの方ですね。次にサラリーマンにとって大切な働く場所ですが、本社はね、赤いピン立ってるところで、ため池山王にありますけど、本社はね、この左のやつでこんな感じのビルです。で、右がね、ちなみに代々木にあるドコモタワーで、携帯が流行り始めた1990年代に緊急用の大基地局としてあるって感じですね。で、研究開発所はこの黒い丸のドコモ R&D センターっていうのが横須賀にあります。支社はこんな感じで、全国の主要都市にある感じですね。次に会社の大きさ、企業価値なんですけど、ドコモはね、時価総額、市場から付けられてる企業価値では足元10兆円超えてきてますね。10年間で見てもずーっと右肩上がりの会社です。で、本体の NTT よりも大きな会社に足元なってます。で、ソフトバンク KDDI とは、まあ、そこまで変わらないですけど、通信3社の中でも企業価値はトップですね。で、次に業績ですけど、悪い時でも営業利益は6400億円、
いい時で最近ですけど、1兆円をね、1年間で稼ぎ出す企業になってます。まあ、今年は8300億円で利益が減少する予定なんですけど、まあ、新料金プランでね、今安いプランドコモさんやってくれてるんで、会社からしたら利益が減るっていう感じで減益って感じですね。で、次にどの事業で稼いでるかっていうと、通信事業が主力です。こっからが事業の説明ですけど、入社したらこういう仕事をすることになると思うんでね。で、通信事業、メイン事業ですけど、通信事業で稼ぐお金は、単純に我々が払ってる携帯の電話代と通信料金ですね。もちろん今はインターネットの時代なんで、電話代より通信料のが圧倒的に多いです。で、いかに快適で早い通信を実現して、社会が高度化するのに対応してって、まあ僕ら個人からももちろん取りますし、会社とか工場とかからたくさんデータ通信料をもらうっていう、まあそういう商売ですね。で、足元ドコモの契約端末数は約8000万ありますけど、携帯2台持ちとかね、含めて単純な契約数ですけど、キャリアの中ではシェアが 45% ぐらいです。あと2015年からドコモ光っていうね、サービスやってて、まあ、家のパソコンのインターネットの通信料を得たりもしてます。もちろん今力入れてるのは 5G ですね。ドコモの特許数は今世界で6番目で、5G では国内ではね、トップを走ってる企業です。今は 5G の新しい通信規格に移行している真っ最中なんで、まあ、スマホから電波をね、飛んでくる 5G に対応した基地局、たくさん作ってる最中ですけど、今足元500局くらい基地局あるんで、2年後にはね、500から2万局に増やしたい計画です。で、5G 対応スマホは2000万台。今全体で8000万台契約あるんで、4分の1をね、5G 対応のスマホにしたいってことですね。ちなみに端末はこの間発表会でね、サムスンから紹介してたんですけど、そこはね、Xperia から紹介しろよみたいに思ったんですけど、で、ドコモショップで 5G 端末を売って、我々から高い通信料をたくさん取っていこうっていう、そういうビジネスモデルなんですけど、ちなみにドコモショップは、まあ、直営というかね、完全子会社でやってるところがね、ドコモ CS っていう子会社があって、ドコモに入社してもね、ドコモショップに配属されることはないと思うんで、まあ、ドコモ社員の高い給料の人にさすがにね、ドコモショップに配属させないとは思うんですけど、まあ、子会社、別会社がドコモショップでたくさん営業してくれてます。今は総務省から通信料と端末料を分けてね、表示しろっていう、そういう指導が来てるんで、ギガホライトの新プランでドコモはお客さんに今安くね、提供しているところです。で、管轄は総務省で、ドコモはね、この周波数使ってとか、KDDI はこの周波数使いなさいみたいな感じで割り当てるのが総務省なんで、まあ、彼らずっとね、通信料安くしたいんで、彼らからのね、指導次第で状況が変わるビジネスでもあります。 5G は個人っていうよりは企業から取りたいビジネスだと思うんですけど、まあ、割かしね 4G でもスマホレベルだったらね、個人は快適ですし、 Wi-Fi でねかなり十分な気もしますけどね。で、 5G のビジネスの狙いは企業だと思うんですけど、まあ、遠隔手術とか自動運転とかいろいろね、企業のビジネスで言われてますけど、まずはね、多分工場で IoT とか親の NTT が協業したトヨタのスマートシティ、まあ、この辺の応用とかだとは思います。で、自動化して工場でこう人件費削減したいって、まあ、メーカーたちはね、考えてるんで、まあ、超高速通信でそれを実現させて IT 工場にするって感じだと思います。まあ、未来のことは分かんないですけど、実際 5G 使ってみてどれくらいのことができるかって、まあ、会社でも個人でも、まあ、使ってみてね、実際の満足度とかにもよると思うんで、まあ、とりあえずね、まだ数年かかる話だと思います。次にスマートライフ事業、伸ばしていきたい事業ですけど、もうちょっとね、コンテンツ寄りのビジネスのところです。まあ、一番 5G とかの使い方を知ってるのは当然ドコモなんで、まあ、その特性を使ってね、今の通信サービスにどう 5G を活かすかっていう、まあ、コンテンツが作れるかっていうことを研究して、サービスまで形にしていく事業です。ドコモショップで端末と一緒にサービスをね、売ってもらおうっていう、稼ごうっていうビジネスですけど、まあ、DTB はじめゲームとかライブとか、まあ、現代っぽいビジネスのところですね。まあ、いろんなコンテンツやってますし、ね、力入れてるのはね、金融のところです。クレジットカードの D カードやってますし、まあ、ID と D 払いが統合されてますけど、今流行りのバーコード決済ね、Yahoo の PayPay に対応した D 払いです。で、こういうサービスを使ったら D ポイントが貯まるって感じで、D ポイントの会員を増やして、決済を増やして手数料加盟店からもらったり、お客さんのデータを解析してあげて、お客さんのマーケティングに利用してもらってお金をもらうとかね、そういうビジネスですね。で、パートナー企業を増やしてドコモ経済圏を作っていきたい。そんな感じだと思います。で、内定取れても将来潰れてしまったら意味がないんで、バランスシートね、ドコモの確認しときたいんですけど、現金預金が1578億円あって、借金が800億円なんで、実質ネットキャッシュって感じですね。で、自己資本比率も 72.8% で、財務健全性はね、しっかり高いって感じですね。で、次に社員数確認したいんですけど、上の青いところがグループ全体、ドコモグループ全体の社員数で、足元2万6千人いるって感じです。で、下のオレンジのところが、ドコモ本体に勤めてる方で、足元ね、8000人くらいいるって感じです。この14年3月期から15年3月期に大きく減ってるのは、ドコモショップのね、事業をね、切り出したからっていう感じです。
で次にドコモの年収なんですけど、さっきのねドコモ本体に勤めてる方の7884名に限りですけど、平均年齢が40歳で872万円の年収がもらえる会社ですね。で配属先はね通信事業スマート、まあ、この辺ね丸まってる数字になっちゃってるんでわかんないですね。で採用人数は2019年の実績で400名って感じです。で次にドコモのオーナーなんですけど、日本電信電話株式会社 NTT ですね。 NTT 本体が 64% 持ってる大株主っていう感じです。そんな感じで今回はドコモの企業研究でした。まあ、親の NTT グループ本体とは一応別会社って区分けになってますけど、影響力はね常にある会社だと思いますし、まあ、ドコモの社長はね親を見ながら経営しなきゃいけないんでなかなか大変そうだと思いますけど、もし NTT の本体に行きたい方には NTT 東西のねどっちかに入社した方がいいと思います。あとこういうキャリア3社は消費者にやっぱ身近な会社たちなんで、社会の影響力も強いですし、まあ、仕事のやりがいはありそうですよね。まあ、そんな感じで今回は NTT ドコモの企業研究でした。お疲れ様です。バイバイ。